表面はたわしで洗って、でこういうひげ根をですねちょっと軽く取って、で皮を剥かないですります。はい、こんな感じ。はい、はい、それでは薄力粉 100g にベーキングパウダー、はい、こちらを粉ふるいで細かくします。今回は2回粉ふるいにかけます。はい、はい、2回目です。粉ふるいは終了です。はい、それではオーブンを190度で予熱いたします。この予熱の工程も大事なので必ず行ってください。卵1個ですね、こちらは室温に戻しておきました。はい、卵を割り入れまして、電動ミキサーで卵を攪拌いたします。砂糖ですが今回 80g ですね使います。そちらを加えながら混ぜます。はい、砂糖をすべて加え終えました。でね、あの一回、まあ、止めてみて、でこう揚げた時に、はい、あのリボンのようにシューッと残るのがいいんですが、まだ全然ダメです。一回止めてみて、ちょっとまだですね。あ、だいぶ綺麗にね、うん、残るようになりました。で、ではまずは牛乳常温に戻したものですね、はい、大さじ1杯、はい、そしてサラダ油 60g です、はい、で軽く混ぜます。低速ですね。はい、結構サラダ油多いんですけど、はい、今回あのバターを入れないんでね、はい、しっとり感がね非常に出るんで、はい、まあ、簡単に今混ぜました。人参、はい、これを入れます。混ぜます。はい、はい、では軽く切るようにして混ぜたらベーキングパウダーと薄力粉ですね、はい、まあ、事前に2回振っておきました。これを加えます。でこれよっちゃん今ねおもむろにこちらを外したんですけどこれがあるとねちょっと滑りにくいん で、 そうです。逆にこの時はねボールをこう回転させながらこう混ぜるというね、これが混ぜ方のポイントです。で、まあ、ここもやっぱり粉っぽさがなくなるまで混ぜてください。はい、ね、はい、はい、ではここでですね出てくるのがこれね100均で購入しましたそうそうそう焼き型ですね。生地を入れていってください。こういう焼き型ですね、アルミパウンドケーキ型で、まあ、6個で100円というね、こちらダイソーで購入いたしました。中にちょっと空気が入ってるんで、はい、軽くポーンと抜けた、はい、天板の上に焼き型を置きまして十分予熱してます。180度で40分焼いてください、はい、3、2、1、はい、焼き具合を確認します。あ、ちょうどいいですよ。ちょっとまだこの辺が焼けてないので、はい、はい、ちょっとやります。はい、じゃあ引き続き180度で焼いてください。はい、あ、ちょっとあの位置変えるの忘れたんで、あ、あの180度回転させましたね、はい、今ね、はい、はいはい、これもちょっとまあオーブンの特性でね、はい、はい、じゃあ焼いてください。2、1、さあ残り3分ですね。これで焼き具合を確認いたします。いい状態ですね、はい、焦げが。で竹串を刺して、はい、はい、もうこれでやめます。はい、では37分でね、はい、焼き上がりましたので、はい、こちらをケーキクーラーの上に置いて冷まします。はい、まあ、1時間ぐらい経ったんですけど、はい、まあ、だいぶ冷めたので、冷めました、はい、はい、ではちょっと中から出してみましょうか、はい、ちょっとこうひっついてるところもあるんで、でひっくり返して、あ、剥がれてくれました。あとは切ります。あ、すごいいい匂いする。綺麗でしょ。いいですね。こんなんです。なかなかいい感じで切れてますね、はい、これで春にんじんのケーキの完成です。はい、お相手はよっちゃんと亀山バンバテップでした。皆さん最後までご視聴ありがとうございまし ました。それでは皆さん次週のレシピ動画までさよなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後にこちらの焼き型は洗えば再利用できます。そして耐熱温度が180度となっておりますのでご注意ください。